私が小学1年の時、遠足で同じクラスの女子にお弁当を奪われたことがある。先生が真ん中になって、その周りにみんなでレジャーシート敷いて、さあ食べようって時に、包みから出した瞬間にそこにあるはずの弁当箱がなかったことを覚えてる。その後は、私のお弁当を持った女子 A に、友人たちが、返せよ、泥棒だよ、と詰め寄ってた。でも、彼女は、お弁当の蓋を開けて、唾をペッペッと吐いて、もうつばいれたから A ちゃんのだもん。と平然と食べていたと思う。当時は、何もできなくて泣いて、記憶があやふや。最近、この A と偶然にも、街で再会した。当時、彼女の母親は、とんでもないもんぺで、遠足だからといって給食がないなんて給食費の横領じゃないか、その分の金を返すか子供に買って渡すかしろと担任に文句を言い、 A にも誰も何もくれなかったら他の生徒から奪え、何言われたって先生が悪いんだから気にしなくていいと言っていたそうだ。 A 自身後ろめたかったが、実は幼稚園の時からそうやってたらしく、帰宅して母親に言うと褒められ、周囲が文句を言うのはやりたくてもできない勇気のない子だからだ、と教えられていたので、自分は間違ってないと思い込んでいた。でも、あの時私が泣く姿を見て何か違うと思うようになっていた。それから、先生と長い時間話し、それが悪いことと知って謝りたかったけど、なんとなくできなくて、卒業してしまった。ずっと心残りだった。ごめんなさいと言われたよ。20年以上も後悔するような傷、つけてやるなよ。ただ、記憶がないんだが、私のその時の昼食はどうやってまかなったんだろう？腹ペコで帰ってきた記憶もないんだがわら。です。お、いい話。途中まで逆ギレされるかとヒヤヒヤして読んでしまった。毒されすぎか。多分、お腹は、みんなに少しずつ分けてもらったお弁当と、遠足に、つきもののお菓子で、なんとかなったのではないかと。小さかった頃の報告者をつ。お弁当、持ってない子、忘れちゃったとか、は、みんなにちょっとずつ分けてもらったりするから、そうしたのかもね。時間をかけて A を改心させたほどの良い先生がいたみたいだから、ひもじいまま、報告者を放置したりはしてないと思うよ。か、その先生に A が改心したことを知らせてあげたい。報告者。分けてもらってたとしたら、その感謝を忘れた薄情者な私。